姫野だよ。姫野だよ。はーい、姫ちゃん。やっとやっと夏休みに入ったね。うん。姫ちゃんは、はい、夏休みに入ったら、はい、やりたいことがあるんだよね。うん。何がしたいの？またエクステつけたい。ああ、エクステがつけたいの。前やったやつ可愛かったもんね。今回は、うん、どんな色にしたいの？ママが前やってた中で、うん、可愛い色やりたい。あーもうほんと、もう姫ちゃんはママのことが大好きなんだからってことでね、じゃあ今回またね、はい、あのいつものごとくシュッシュの田中さんにエクステつけにもらってこよう。えいえいおどこや。正解、はい、エレベーター押してください。上しかないです。あの髪型ずっとやりたかった。うん、かわいいなと思って。うん、姫ちゃん似合うかな、どんなになるかな。こんにちは。こんにちは。今日もお願いします。よろしくお願いします。田中さんです。いらっしゃいませ。お願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、姫ちゃんエクステの次もカラーエクステです。はい、わかりました。はい、はい、どんなにしたんやった？こっちが青で、うん、こっちがピンク。お、はい、ママと一緒のにしたいんだね。はい、はい、わかりました。お任せください。はい、お願いします。はい、お願いします。ちょっと緊張してる。はい、今回はシールエクステでございます。はい、はい、きれいなピンク入った。ママ見て、すごいほら。あ、ほんとや、ほんとそれでええな。逆におかしいやろ。シールエクステは取れやすいので、はい、優しく扱ってください。はい、お風呂から出たらちゃんと乾かしてください。はい、返事はいいね。でもちょっと前まで長かったっけ。ちょっと前まで、あ、それぐらいだっけ。こんぐらいあったよね。長いの見るからこっちが好き。あ、そうなの。いつも自分で洗ってる髪の毛。すごいじゃん。大人の一瞬はね、結構長いんだ。あ、そうだ、20度だ。ピンク、アブダウンが。アブダウン。かわいい。鏡見て、ちびろちゃんが可能性あるのそれ。あ、ほんと。下の方はカットします。じゃーん、シナメロヘア完成。
ちゃん、この念願のやりたかったヘアにできて、かわいい。かわいい、よし、これでね、はい、姫ちゃん、夏休みエンジョイできそうだね。はい、これで夏休み過ごしますママね、今回ね、はい、よくこのカラーの組み合わせやるんだけど、名前つけたの、シナモンカラーとマイメロカラーで、略してシナメロヘアー。はい、って感じでね、今回、はい、いつもお世話になってるシュシュ、はい、栄店にお邪魔して田中さんにやってもらいました。皆さんもよかったらね、はい、この夏を楽しむために、はい、シナメロ